送電とは、ドイツの送電線送電とは、ある長さの電線の両端に、電圧差を発生させて、電流を流すことであり、電力を供給することである。家屋内のコンセントから、電気器具の間の配線や鉄道、工場、病院などでの自家発電機からの配電もこの原理では、あるが、特に長距離の場合を送電と呼ぶ。 19世紀半ばの電気事業の黎明期には、発電所は、需要の多い都市部に建設され直流や、交流の電力が、消費者に販売されていた。後に大規模水力発電や、交流電流の長距離送電の技術が確立し、大規模な送電網が張り巡らされていった。電力の供給元である、一般電気事業者の発電所は、多くの場合、 電力消費者から離れた場所に設置されている。特に大規模水力発電所はその適所が山間部であり、消費者の多い平野部とは距離があり、また原子力発電所は水力発電所のような地形的制約はなく人口密集地への設置も可能ではあるが、リスク回避のために人口密集地から離れたところに設置される。長距離の送電では、 電線の抵抗により、送電ロスが発生するため、より高電圧で低電流に変換して送電ロスを低減させている。発電所内の変電所で27.5万から50万、ボルトの超高電圧へ変電され送電されるが、電力最終消費者への送電網の途中に、変電所がいくつかあり、そこでは、 段階的に電圧が下げられ、日本の一般家庭向けには1 0 0トまで変圧される。以上が電力供給の経路であるが、発電所から配電用変電所までを、送電、以降、配電網と呼んでいる。通常、送電は、送電経路での電力損失を抑えるため、数万ないし数十万ボルトの特別高圧で行う。近年は、スマートグリッドと呼ばれるより、 効率的な送電方法が開発されつつある。送電系統の過負荷地落、短落、落雷などは、多数の需要化の供給支障事故につながる。なお、規模は小さくても、例えば商用配電線と接続して、売買電を行う家庭用太陽光、発電システムでは、太陽電池パネルから、パワーコンディショナーまでが、送電系統となる。 無線送電を試みようとする取り組みの中で初期のものとしてはニコラテスラの世界ワイヤレスシステムが知られている。現在はマイクロ波やレーザー光を用いて発電衛星から送電する計画が進行中である。すでに基礎的な実験が各国で進められている。電磁場の強度は距離の事情に反比例するので指向性の高いレクテナを用いて 受電回路は、送信周波数と同調する定数に設定される。洋上風力発電など、消費地から離れた場所からの送電棒として、二次電池に、蓄電子電池を運搬するという手法もある。ありがとうございます。